1>, 1月20日の10時2分にアンタルス DCMD を予約完了したのですが次回入荷で届きますでしょうかはい1月20日、えー、1月20日にフィッシングショーが横浜までおりました横浜10時、えー、オープンでしたまあ実際には5分ぐらい手前でオープンしてるんですよ。<laughs> ねえー、だから混んでるから最近ちょっとオープンしましたとかこうやってバーって言ってきてまあ物があって。 そこでターン押したただそこでもってこうやってリールを触っちゃった人この DCM で「あーすげえ」こう変わって巻いてた人はダメなの分かるあったいい分かった時点でパンって押した人たちが、えー、10時10時,、えー、10時30秒10時40秒45秒。 10時50秒10時1分10時1分10秒10時1分それドンってその間に100人ぐらい入ってるんですよ。10時2分そこまでで大体すで、えっと、にもう200人超えておりました2分間ですよ。ねえー、こうやって巻いてよしやっぱ俺も買おうかなって思ってやった人はもうそ,その時点で5分とか10分とか経ってんですよ。えー、10時2分でであれば次回入荷で 買えます。<laughs> 本当二十時二分までしか、まだ行ってないの。ね、えう、ー、ちの方に、えっ、ー、と、約五百台の注文が入っております。X. G. はそのうち四百台入っております。H. G. と左ハンドルとか、あ、いろいろ全部入つけて、全部で五百なんですよ。 HG は次あのもうもうあのご注文されてる方があのほぼいないんで、えー、次から全部大体変えますはいさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね時間にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく。